皆さん、こんにちは。1980年代のトップアイドルで、今も変わらぬ魅力で人気の松田聖子さん。しかし、2021年にまな娘の神田沙也加さんが亡くなってから、紅白歌合戦は2年続けて辞退されています。松田聖子さんが今どうされているのか、気になる方も多いのではないでしょうか。車椅子に乗っていたという報道もありましたね。今回はそんな松田さんの現在闘病中との話、過去の近藤真彦さんとの浮気、極秘堕胎、沖縄での事件についてお話しいたします。松田聖子さんの初婚相手は神田正輝さんであることが有名です。1985年2月に交際が報道され、4月に婚約を発表し、6月に結婚というスピード婚でした。お二人の間には一人娘が誕生し、その娘が2021年に急逝した神田沙也加さんです。お二人が離婚したのは結婚12年目の1997年です。離婚の理由について一部の報道では、松田さんの数々の不倫にあったと報じられています。ジャニーズの近藤真彦さん、アメリカ人俳優のジェフ・ニコルスさん、バックダンサーのアラン・リードさんなどとの不倫報道がありましたが、松田さん自身は不倫を認めることはありませんでした。中でも近藤真彦さんとの不倫は注目を集めました。1989年2月発売のフライデーで、近藤真彦さんと松田聖子さんがニューヨークのホテルのラウンジで密会している様子がスクープされました。当時近藤真彦さんは1985年に愛旅立ちで共演して以来、交際をしていた中森明菜さんという恋人がいました。松田聖子さんと近藤真彦さんはお互い海外志向が強かったこともあり、アーティスト活動の一環でニューヨークを訪れていた際に、同じく仕事で訪れていた近藤真彦さんと会っていたようです。しかし、お互いに恋人、配偶者がいる大スターの二人が異国の地で落ち合っていたということで、当時大騒ぎとなりました。このフライデー報道を受けて、帰国後の松田聖子さんが会見を行いました。会見の内容はフライデーにはめられただけ、近藤真彦さんとの不倫は事実ではないというものでした。しかし、これにフライデーサイドは激怒。フライデーは再び二人の尾行を続け、聖子とマッチとの路上キス写真を撮ったと、松田聖子さんが当時所属していたサンミュージックに連絡。サンミュージックの相沢秀義社長はこれを受けてすぐにニューヨークに飛んだといいます。相沢さんは現地でフライデーサイドと話し合い、スキャンダルに発展するような写真を掲載しないということで話をつけたといいます。相沢さんはすでに他界されていますが、亡くなる2年前にこの事実を認めています。松田聖子さんはこの騒動があった直後、1989年6月にサンミュージックとの契約を終了して独立していますが、相沢社長のフライデーにもみ消しと関係があったのではと言われています。松田さんの2度目の結婚は1998年5月36歳の時です。お相手は6歳年下の司会、畑野博之さんでした。畑野さんは東京都世田谷区の歯科医院に勤務していて、娘の神田沙也加さん診察にを連れて行ったことで出会い、交際に発展したそうです。松田さんは畑野さんとの出会いをビビビと来たとコメントし、ビビビ婚と言われました。そしてお二人は交際期間2ヶ月ほどで結婚、2年後の2000年に離婚しました。離婚の理由については、畑野さんのアメリカ留学と松田さんの不倫にあったそうです。松田さんは2度目の結婚後も男性の影が絶えることがなかったようです。松田さんの3度目の結婚は2012年6月50歳の時です。お相手は2歳年下の慶応義塾大学医学部准教授、川名博正さんです。川名さんは松田さんの現在の夫で、芸能関係に携わる方ではなく歯科医師であり、神奈川歯科大学教授に就任された方です。3度の結婚をされた松田聖子さんの子供は神田正輝さんとの間の子供、神田沙也加さんお一人だけですが、実は過去に一度だけ中絶しているといった噂がありました。
真相は明らかになっていないのですが、神田沙也加さんは神田正輝さんとの間にできた子供ではなく、石原裕次郎さんとの子供なのではと言われているのです。また当時神田正輝さんはポスト松田聖子と歌われた岡田由紀子さんと交際していました。そして石原裕次郎さんは松田聖子さんがお気に入りで可愛がっていたそうですが、妊娠してしまい、松田聖子さんと神田正輝さんを結婚させて神田沙也加さんを産ませたのです。また妊娠もこれだけではなく、過去にも妊娠したことがあり、その時は中絶したといった話があります。松田聖子さんの地元である久留米市では、すでに有名で顔がすぐにバレてしまうため、鹿児島の田舎の産婦人科医を頼って堕胎したといった話もあります。この中絶は極秘で進められていたのですが、話によると松田聖子さんの中絶を担当した医者が時が経って周りの人間に話してしまったことから、このような話が浮上したようです。2017年7月10日、羽田空港に到着したフライト客の集団の最後に車椅子の女性がいたことが目撃されており、その女性こそが松田聖子さんです。ファーストクラスのカーテンが開き、空港職員にガードされながらゆっくりと出口を目指す姿があったそうです。飛行機に乗り合わせたお客さんは大きなマスクをしていましたが、肌が真っ白で髪はツヤツヤ、赤い靴ひもが目立つニューバランスもおしゃれだなと思いましたが、まさかあの松田聖子とは、しかも車椅子に乗って移動していたから驚きましたと心境を語っています。松田聖子さんはその直前の7月8日と9日の2日間、日本武道館のステージ上でコンサートツアーデイジーの東京公演真っ最中だったのです。しかしその姿はいつもと違い、全曲椅子に座りっぱなしで歌っていたんです。不慮の事故で怪我をしてしまったみたいで、聖子ちゃんはコンサート中何度もごめんなさいねと口にしていました。それでもあの歌声と笑顔はいつも以上パワーをもらえましたと観客が明かしています。芸能関係者によると、松田聖子さんはコンサートの1週間前に後ろ向きに滑るように転んでしまい、腰と背中、それから肩を強打したそうです。この怪我がかなりの重傷で、コンサートの2日前までは起き上がることもできず、武道館公演は中止も検討されていたそうです。しかし松田聖子さん自身がコンサートの開催を強く希望したことで、予定通りの開催となっています。松田聖子さんがどうしてもステージで歌いたかった理由は2つあります。松田聖子さんは故郷の福岡が豪雨の被害を受けたことにとても心を痛めていて、歌うことで少しでも元気づけたかったのだそうです。そしてもう一つは、娘である子神田沙也加さんの結婚を歌で祝福したかったことです。コンサートツアーのタイトル「デイジー」は最新アルバムと同じタイトルであり、このアルバムには「あなたプロポーズトゥナイト」というプロポーズを幸せな気分で待つ女性が主人公の曲が収録されています。作詞作曲は松田聖子さん自身で行っており、2017年4月に子神田沙也加さんが結婚を発表した後、父親の神田正輝さんは子神田沙也加さんの SNS に登場して祝福ムードを表明しています。それと対照的に松田聖子さんはノーコメントでした。それだけにこのような曲が収録されたアルバムをタイトルにしたツアーを行うことが何よりのお祝いだと考えており、その強い思いが2日間座ったままの舞台につながっています。松田聖子さんは両日とも痛み止めの注射を打ってのステージだったそうですが、それでも歌う時にはかなりの痛みが伴っています。さらに転倒してからは食事もほとんど取れていないようで、いつ倒れてもおかしくない状態で、まさに満身創痍でのコンサートとなったそうです。驚異の気力で2日間の武道館公演を終えた松田聖子さんは車で羽田空港へ向かい、国際線のターミナルに姿を見せた時にはすでに車椅子に乗っています。マネージャーや関係者、実母も松田聖子さんを囲んでいましたが、
その中でひときわ細やかな気遣いを見せていたのは、2012年に結婚したイケメン司会、川名さんです。川名さんは深夜なのによれていないスーツ姿で、長身をかがめて松田聖子さんの車椅子を押していたそうです。松田聖子さんはかなり疲れた様子でしたが、同時にどこかほっとしているようにも見えたことを乗客は語っています。ファーストクラスに乗り込んだ一同は、シンガポール到着後に高級ホテルへ移動し、車椅子から送迎車に移る時も、ご主人がそっと腰に手を回し介抱しています。またホテルではお母さんとご主人と3人で食事を楽しむ姿も目撃されています。家族水入らずの時間を過ごしながらゆっくり治療を敷いていたそうです。そんな松田聖子さんですが、芸能関係者から神田正輝さんのがんの噂を聞いた松田聖子さんは、神田さんに医者を紹介し看病しているという噂があるようです。松田聖子さんは再婚相手が司会の方で、再婚相手である現在の夫である川名博正さんも神奈川歯科大学の教授である司会です。医者の知り合いは相当数いるそうですね。なんと元夫である神田正輝さんの治療に協力しているのは、現在の夫である川名博正の兄だという噂があります。川名博正さんの兄は現在東京でがんの光免疫療法のスペシャリストとして数多くの病院にて指導を行っている方のようで、神田正輝さんのがんの治療にもこの療法を取り入れているとのこと。なお2020年9月に初めて承認されたこの療法は、2021年1月に初めて保険適用となったそうですが、治療費は一切受け取っていないということ。何でも松田聖子さんがかつての不貞の食材に半ば無理やり神田正輝さんに治療を受けさせているという話です。松田聖子さんは3回結婚されていますが、子供を授かったのは神田正輝さんとの間の神田沙也加さんだけ。神田沙也加さんは2021年12月に亡くなっておりますが、神田正輝さんの病気の噂が舞い込んできたのはその直後だったそうで、松田聖子さんは元旦那である神田正輝さんも亡くなってしまうのではと恐怖し、現在の旦那である川名博正さんに協力を仰いだというのです。松田聖子さんが治療に協力しているというのはあくまで噂に過ぎませんが、どちらにせよ懸命な治療が実を結び、神田正輝さんの体調が早く良くなることを願うばかりです。先ほど一人の娘である神田沙也加さんが亡くなったとご紹介しましたが、神田沙也加さんは2021年12月に滞在先のホテルから転落し亡くなったことが発表されました。この突然の訃報は世間に衝撃を与え、葬儀後には神田正輝さんと松田聖子さんが揃って会見しました。その悲痛な姿に日本中が深い悲しみに包まれました。警察は捜査の結果、自殺を図って転落した可能性が高いと見ていますが、不可解な点が多いことから他殺なのではという噂も広まっています。神田沙也加さんが宿泊していたホテルはホテルモントレーエデルホフ札幌であることが分かっています。報道によると宿泊していた22階の部屋の窓から飛び降りたとのことですが、窓には転落防止のためのストッパーがついていて15センチメートルほどしか開かないようになっています。これについてはコロナ禍で換気を希望するお客さんのためにストッパーを外せるようになっていたという情報もありましたが、ホテル側はストッパーを解除したという事実はないと主張し、後に複数のメディアが窓を15センチメートル以上開けることはできないと報じています。ネット上では15センチメートルの隙間から人が通ることは不可能だという声が多く上がっています。千円札の横の長さが15センチメートルとのことなので、いくら細身の神田沙也加さんであってもそんな狭い隙間を通れると確かに考えにくいですね。屋上に出るための通路は鍵がかかっていて外に出ることはできないようですし、窓が割られた形跡もなかったとのことです。窓が大きく開いているように見える画像があり、ホテル側のミスによって事故が起きたことを隠蔽していると疑う声がありますが、ホテルの安全管理上問題はなかったとの発表がありました。
窓から転落したというのが事実とするなら、どうやって落ちたのかが最大の謎になっています。14階の屋外スペースで倒れている神田沙也加さん、発見された時の状況にも不審な点があります。報道によると、神田沙也加さんは雪にうずもれていたため、すぐに姿を見つけることができず、除雪作業をして通報から約2時間後の午後1時頃に発見されたとのことでした。つまり、神田沙也加さんが神田正輝さんに電話をした。12月18日午前10時以降に転落した後も体を覆ってしまうほど雪が降っていたことになります。しかし気象庁のデータによると、17日から18日にかけての北海道は記録的な大雪が降っていましたが、18日の午前10時以降、札幌市ではほとんど雪は降っていなかったことがわかります。神田沙也加さんが発見された午後1時頃までの間に1センチメートルしか雪が積もらなかったのに、雪で体がうずもれて見えなかったという報道にも不自然さを感じます。実は最初の速報では窓からの転落ではなく階段から転落したと報じられていたようなんです。それが突然窓からの転落に変わったことに違和感を覚えている人も多くいます。情報が錯綜していたからかもしれませんが、今は階段からの転落という情報について探しても一切出てきませんし、最初に階段から転落と報道した形跡すら残っていないのは不思議に思います。17日の夜から18日の明け方までの雪が降っていた時間に別の場所で殺されて、窓からの転落に見せかけて屋外スペースに放置されたのではないかとの推測も語られています。であれば、前述した体に雪が積もっていたという話との辻褄が合います。しかしそうだとすると、今度は神田沙也加さんが亡くなる直前の18日午前10時頃に神田正輝さんに電話をしていたという話との間に矛盾が生じてしまいます。これについては、電話をしていたという情報が嘘だとの疑いがあります。雪でうずもれていたなら、長時間放置されていたということになり、午前10時に電話をしていたはずがないということですね。雪でうずもれていたという情報が嘘と考えると、真相がますます謎に包まれます。最初の報道は、自殺直前に神田正輝さんと話をしたかったのかなと思ったのですが、自殺だと思わせるための誘導だったのでしょうか。神田正輝さんからの証言もないので、本当に神田沙也加さんと電話で話したという確証はありません。警察は当初、遺書は見つかっていないと発表していました。ところがその後、週刊文春が遺書と見られるメモを発見したと報道したことについても怪しいと言われています。メモが所属事務所と前山武久さん宛ての2通で、両親へ宛てたものがないことからも、今回も週刊文春による捏造なのではと言われています。また前山武久さんと元カノ A 子さんとの LINE 画像は本物である確証はなく、画像が2種類出回っていることで、週刊文春に掲載されていた会話内容と微妙に違うこと、前山さんの文章が緑色になっていて前山さん側のメッセージ画面であることなどから、誰かが週刊文春の報道を見て偽造した可能性もあります。前山武久さんが死ねと罵倒している音声データについても捏造という見方もあります。これが捏造だとしたら、前山さん側が黙っているはずはないので、法的処置をするのではないかと思ったのですが、自殺に見せかけるために利用されていた前山さんには相応の見返りがあると考える人もいます。また警察は当初、事故と自殺の両面で捜査をしていました。ところが報道では、最初から自殺であるかのように必ず命の電話などの相談窓口への案内がありました。この後、事件性はないとすぐに判断した警察にも違和感がありますが、自殺の可能性が高いと発表される前から自殺と決めつけたマスコミにも印象操作の疑いが持たれ、三浦春馬さんや竹内優子さんの時と同じで怪しいと言われています。神田沙也加さんが亡くなった時間は12月18日の午後9時40分でした。
日付が変わって12月19日の深夜0時頃から渋滞のニュースが流れ、亡くなったことが報じられたのは深夜1時頃だったそうです。ところがまだ何の報道もされていない時間に、神田沙也加亡くなったようだというツイッターの投稿がありました。ツイートされたのは18日の午後11時3分なので、まだ渋滞のニュースも出ていません。そのため予言ツイートだと話題になっていますが、この時間にはもう神田沙也加さんは亡くなっているので、病院関係者もしくは報道関係者など、ニュースが流れる前に情報を知った人物がツイートしたのではないかと思います。なお、このアカウントはすでに削除されています。また約1年前には、次に亡くなる方は SK さんですという神田沙也加さんの死を予言しているとも取れるような書き込みがありました。一連の流れというのはおそらく三浦春馬さんや芦名瀬さん、竹内優子さんのことでしょう。ただの偶然か、それとも何かを知っている人なのか。1年前から狙われていたのだとしたら、誰が彼女を殺したのでしょうか。神田沙也加さんの死因について不審な点が多々あることを知ると、他殺の可能性もないとは言えない気がします。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。